花備えられてあるに、身を低くし光しゅを向こうる家なし。ああ主イエスよ来ませ、我が心の中に。ああ主イエスよ来ませ、ここに長身があり。御言葉なる救い主よ、人は打ち知りよけ。バラの冠いただかせて、貼り付けとなしぬ。ああ、主イエスよ来ませ。我が心の中に。ああ、主イエスよ来ませ。ここに長身があり。救い主よ終わりの時、我に語り構え。常しがえの家はすでに備わりてありと。ああ、主よ来ませ。我が心の中に。ああ、主よ来ませ。ここに長身があり。主イエス来ます、我が心の中に、ここに長身があり。で、あの聖書を開く塔の扉で学んだ通りですね、神殿が今はイエス様を信じる者が神様のいらっしゃる臨在のあるところだ、まあ、そういうテーマの歌だったわけですが、今日はこのシオンとの架け橋ですね、メシアニック銃の、牧師とは言わないのかな、リーダー、あの御言葉の解き明かすと、イエス様は自分たちが待ち望んでたメシアだということを信じる人が、まあ、20世紀に入ってたくさん、不思議なことに起こされてですね、いろんな人の祈りに応えて起こされて、そうですね、ルカの18章の、そういう立場の、まあ、クリスチャンという言い方をしないんですよね、メシアニック銃、銃っていうのはユダヤ人ですけど、それの牧師にあたる人、ルカの18章の、不正な裁判官に要求するずうずうしいやもめの話、これはどこからだったかな、ルカの18章の不正な裁判官に、18章の1節から8節、これは私の昨今のテーマでもありますので、大変素晴らしいメッセージだなと思い、これを一緒に分かち合いたいですね。ルカのどうしてはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて、私を守ってくださいと言っていた。ことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。だから8節チャレンジですよね、イエス様が再臨してもっぺん地上に来られた時にそういう信仰が見られるでしょうか。だからイエス様はそういう信仰を喜んでくださってる、推奨してくださってる。で、私が最近この御言葉をすごくこう掴んでるっていうのが、まあ最前から出てる腎臓の話ですよね。でその腎臓の血液検査した時にクレアチニンっていう値があっ
て、それが低ければ低くなるほどいいわけです。私は上がってしまってて、まあ高止まりしてた。だけど、ある時から非常にこれは真剣に祈らないといけない。2ヶ月ぐらい前でしょうか。そしたらその祈り出したぐらいのタイミングで、まあちょっと微量の話で尿がジャーッと出るようになったんですね。その前はしばらくの期間、ちょっとだけ濃いのがちょろっと出るだけだったのが、なんかジャーッと出るようになって、尿が出るということは、血液の中の毒物を尿の中に出して、で出すからそういう尿の働きじゃないですか。ということは尿が出てるということはクレアチニンの値が下がるはずだ。でもそれはずだ、だから実際に数値がね下がるようにね、もう 0.1 ポイントでも 0.2 ポイントでもいいから下げてください。ここで私がこの御言葉を握ったね、この不正な裁判官の言い草を聞きなさいね。この女はもううるさくて仕方がないからね、キリヤシにやってきてうるさくて仕方がないそういうふうに祈る人たちのために父なる神様は聞いてくださらないはずがあるだろうかっていう御言葉で、その私はその癒しとかそういう問題についても神様はどういうことでも癒すことはことができると信じますけど、あとはそういう必要があると神様がお思いになるか、また癒す気があるかどうかですよね、うん、で私は自分に対する、私に対する信仰のチャレンジとしては、いや私は今回はね、どうしても癒してもらわないと困るんです、数値を下げていってもらって透析の回数を減らすとかね、そういうふうにしていっていただかないともう大変困る状況なんですっていうことで、このヤモメ女のようにしつこくね、だからもううるさくて仕方がないっていうぐらい祈れね、だから神様に今日も腎臓のことでお願いしますけどっていうのでね、もう毎日しつこく祈ってるわけですね。でイエス様はなおかつそういう信仰がですね、イエス様が再臨してきた時に果たして地上に信仰が見られるでしょうか、でそういう信仰を大いに推奨してる。だから神様は私にそういう信仰を、まあ、持たせるために、まあ策略ですね、いっぺんにパーンと全部直すこともできるけど、実際のところはあの事実ありのままを言うと最初16ってかなり高い値なんですが、それが次の週が15、その次が14、その次が 13. いくら、その次が 12. いくら、そして今週初めじゃないや、先週の初めに取った血液検査の結果を昨日もらって、でそれが10点いくらになってました。ですから1週間ずつにこう右肩下がりにね、右肩下がりに下がってるっていうことで、まあ、ちょっと下がる速度がちょっと最近落ちてはいるんですけども、だから神様とにかく跳ね上がらないように、上がらないように、0.1 でも 0.2 でもいいですから、とにかくそうですね、腎臓の構造は私が調べた結果こうなってこうなってこう働きしてるわけでしょね、神様あなたはその腎臓の設計をしたのはあなただしね、どういう働きかけをしたらそれぞれの器官が一番よくね回復するかをよくご存知なんですからね、あなたは人の髪の毛の一本一本も数えてるとおっしゃってるっていうことは、腎臓の中の球死体と、ね、尿細管のユニット一本一本、一つの腎臓に100万本あるのの一本一本をあなたはよく知ってて、ね、へたってるのを元気にするとかね、どうやったら元気になるかということを知ってるんだから、結構ねしつこいですよね。そういうのを毎日毎日しつこくですね、繰り返し繰り返し、まあイエスさんあんまりしつこく祈るなっておっしゃってるところもあるんですけど、ここではしつこく祈るっていうことを推奨してらっしゃる。で今の私にとってはそういうふうに祈ることの必要性っていうかね、そういう体験をさせられてるなと思うわけですが、それと気を一にするメッセージで、メシアニック獣の方ね、神は厚かましい人を愛されるっていうね、厚かましい人っていうのはそのイスラエル語っていうかヘブル語でヌドニックっていうんですって。ヌドニック、厚かましい人で、この説教者がピーター・ツカヒラ、ツカヒラってこれは日本人の名前で、
半分日本人の血が入ってるわけですね、うん、だからイスラエル人の奥さんと結婚したのか、それともまあいろんなことがあって、とにかくツカヒラという名前を持っている日系人のユダヤ人、私そうですよ、1993年イスラエル旅行行った時にピーター・ツカヒラの教会も訪ねました、うん、その時に豊竹花房太夫も一緒に行ってピーター・ツカヒラの教会でおーハレルヤっていうのをやったわけですよね、うん、すごい懐かしい人なんですが、そのルカ18章の例え話に登場するヤモメは、まあ、不正な裁判官、相手は不正な裁判官ね、もうこの人は高潔なね、いつも正しいことをしてくれるって、そういう人じゃなくって不正な裁判官、しかもさっき読んでわかるように、それをみんなが言うだけでなく自分自身も、うん、私は神を神とも思わず人を人とも思わない裁判官であるが、うん、神を恐れず人を人とも思わないが、だけどこの女うるさくて仕方がないから聞いてやろうっていうね、うん、不正な裁判官に正当な裁判をしてくれと訴え、しつこいしつこい求めに裁判官が折れました。イエス様の問題提起は、不正な裁判官ですらそうするのであるならばね、うん、神様を信じる者たちが叫び求めるときに神様が無視することなんてあるだろうかということです、うん、ということですね。主が再度地上に戻ってこられるとき、地上に信仰があるだろうかとさえね、ダメ押しのようにおっしゃった。その時に込み出しがついてまして、ヌドニックだから信じられた、ね、ヌドニック厚かましい人。ここから私が学んだことは、ピーター・ツカヒロが学んだことは、神を喜ばせる祈り、神を喜ばせる祈りや信仰にはヌドニックであるべき時があるということです。ヌドニック厚かましいであるべき時がある。今の私がまさにそうですね。ヌドニックとはね、イスラエル人にとってヌドニックとはね、いろんなことに口出しして煩わせ続ける人のことだって、うん、いろんなことに口出しして煩わせ続ける人のこと。私は長年イスラエルに住んでみて分かったのですが、イスラエル人には非常にヌドニックな人が多いのですということですね。一例を挙げましょう。妻と私が日本からイスラエルに帰還して間もない頃、アパートの窓をガラガラッと開けるとですね、中年の女性が私の家かアパートの庭、うん、に立っていて手を振ってきました。だ、知人じゃないわけですよね。引っ越してきたばかりで、外の景色どんなかな、空気入れ替えようかなと思ったのは、とにかく窓をガラガラッと開けたら、庭に見知らぬ女性が立ってて、こうやって手を振っていた、ね、だから挨拶するといきなりですね、昨日の晩はどこへ行っていたのと聞くのです、うん、もう絶対日本では嫌がられるタイプだね。あんたたち昨日の晩どこ行ってたの、電気消えてたけどみたいな話ですね。彼女は近所のアパートの住民なのですが、この時は初対面なのです。いきなり非常に個人的なことを聞くのには驚きました。驚きますわな。これが、ただ知りたいから聞く昨日あの家電気消えてたな、なんか気になるな、でも窓が洗って開いたから、ただ気になるから聞く、それがヌドニックっていうことですね。それがヌドニックコミュニケーションなのです。その数年後、彼女は癌になっちゃったんね。当時私は彼女と疎遠でしたが、彼女に会いに行くようにって神様から強く言われた、うん、神様からね、あのヌドニックな女性に会いに行きなさいって言われた、うん、いきなり訪ねるのは気が引けたが、神様に強く勧められた、ね、このピーター・ツガヒラは神様とそういうコミュニケーションを持ってるんですね、日頃ね。神様から強く勧められたので行きました。彼女は一人暮らしでかなり具合が悪く、もうあまり長く持たないけども、もっと私は行きたいの、私はもっと行きたいの、長くないだろうけど
と言ったのでイエス様のことを伝えました。ね、書いてる通りに読んでおります。これはピーター塚平の説教ですから、文句のある人はピーター塚平に言ってください。彼女はその晩イエス様を受け入れました、救い主としてね。その数日後、彼女のアパートに救急車がやってきて、彼女は搬送されました。私は先ほどのルカ伝8章のヤモメの例え話を読むたびに彼女のことを思い出すのです。彼女はヌドニックだったからイエス様に出会うことができたのではないでしょうか。彼女や、例え話のヤモメを見て、神様はヌドニックな人を愛されてると私は感じているのです。ピーター・スカヘルのメッセージですね。神様がなぜヌドニックな人を愛されるのか、それは神様ご自身もヌドニックだからですってある人は神の声は非常に小さいと言いますが、神様の声は小さいと言いますが、神様は私たちに絶えず語りかけることをやめません。これピーター・スカヘルのメッセージですね。神は私たちに語りかけることをやめません。イエス様が言う通り、主は再び来られる時にこのようなヌドニックな信仰が地上にあるということを神様は望んでおられます。さて、この例え話は私たちが神様からお答えをいただくまでの時間、ね、かかるっていうことですかね。時間についても教えてくれています。重要な点は神は決して遅れないということです、ね、今までもこれからも神が何かをなさるときはすべて正しいときです。焦るのは人間の方です。すべてにおいて神によって定められたときがあり、そのときを忍耐強く待つ信仰が必要です。忍耐強く、だから私の人道の話で言うと、まあ忍耐強く待ってたのですらなく、3年前か2年前かにその透析をすでに受けてたわけですけども、その尿にとにかくタンパクが流出してしまうっていうね、あれちょっと病気の名前忘れましたけど、だけど腎不全やってて、後でそれにアミノーゼじゃなくて、そんな感じの名前になるのは非常に珍しいケースだというふうにドクターが言って、結局その腎臓の働きはその毛細血管を通ってる中で、赤血球とか白血球っていうね、その血液の中でどうしても必要なものっていうのはこれは大きいわけですよ、分子構造で。それはろ過しないで、あの取っちゃわないで、もっと小さいものだけ、あの腎臓の中の 尿細管とかですね、吸死体っていうのは取り込んで、尿細管を通ってる間にあのまた人間に必要なものは戻して、子宮体で取りきれなかったものを取って、でそういうことをして、そういう100万本の管が集まって膀胱につながってる尿管になるわけだけど、そのタンパク質っていうのは分子構造が大きいですから、今更タンパク質がね尿の方に行ってしまうっていうのはなんか理論的におかしいし、また実際のケースとしてもすごい珍しいんです。でなんか治療した方がいいかと思って、X 病院と Y 病院ね、2つどっちにしますかっていうようなことをやってるうちに、たまたま X 病院のドクターから私の主人に電話かかってきて、まあたまたまかかってきたんだけど、こういうクランケがいるんだけど君はどうしたらいいと思うって聞いたら、あのまあタンパク質が血液に足らないんだったら、余分に食べたらいいわけだし、むくみとかそういう実質的な問題は出てないんだから置いといたらどうですか、うん、なんかそれへの積極的な治療をしようかっていう方針がちょっとあったんだけど、 X 病院のドクターから先手を打って全く別の用事でかかってきたので、聞いたら、それに対する治療はしないっていうことになって今もやってないね。そのことをその主治医と話した時に、それは不思議なことがあって、もう神様に
でも祈るしかないような状況ですね、って言ったんだ。言ったんですよ。だから、それともう一つは透析しないといけなくなった頃も、非常に真剣に2ヶ月か3ヶ月ぐらいね、祈ったんだけど、あんまり祈らなくなってた。で、もっぺんその、新しいタンパク質が流出する問題が出て、その時僕ドクターに神に祈れるとくしかないですね。その時真剣に祈るべきだったんですけど、正直に言うとほとんど真剣に祈ってなかったわけですね。2年か3年の間。ところがどうしてもやっぱり自分の腎臓が治るということを求めないともうどうしようもないっていうところに追い込まれて、まあ一つのブームのように一生懸命ね、今2ヶ月にわたってずっと求めてる。そうすると、実際にクレアチニンの数値が下がる。まあおしっこが出るだけだったらね、まあある意味主観的な問題、まあ量測っといてグラフにつければあれですけど、クレアチニンの数値が下がるっていうのは極めて客観的な話ですから、先日もドクターとその件が話題になって、過去に自分とこのクリニックでだんだん下がって最後は透析離脱した人が一人だけだけどいます、そういう経過をたどればいいですね、というコメントを、まあ、向こうが言ってくれたわけですよね、うん、でそのいう話をね、教会のある兄弟、王兄弟っていう人が非常に心配して祈ってくださってて、私の生放送も時々見てて、顔がどんな顔か見てる。ね。表情を見てると、すごい調子がいいのか、悪いのか、わかるので、どういう表情をしてるかね。気をつけて見てます。もうありがたい話ですね、そういうふうに。で、その兄弟のコメントが、そのフライデーナイトっていうのを私たち昔やってまして、今はそれもう終わったんですが、十何年か週に一回金曜日の晩に集まって、で自分が直面している問題っていうのを出して、そこでとにかくひたすら一生懸命祈る、ね、その問題のために一生懸命祈るというのをずっとやって、王さんはそのメンバーだったわけですよ、うん、で王さんのその当時直面してた問題のために一生懸命祈って、でその時はそんな聞かれないっていうふうに王さんは思ってたわけですよね。みんな一生懸命祈ってくれて、自分も祈るけど。ところが今になって、あの時の祈りが今聞かれてるんだ、あの時の祈りが今聞かれてるんだっていうのをすごく実感するんです。で三浦さんもね、この時は今はね、自分のために一生懸命祈れるというのはね、非常に素晴らしい時なんだから、うん、それを満喫してくださいって言われて、うん、すごく励まされたわけですね。で、王さんに言われて、ちょっとピンとこなかったんですけど、3日か4日ぐらいまたずっと祈ってるうちに、本当にその王さんがおっしゃった意味が、ものすごくよくわかるようなね、そういう思いがしたわけですよ。そういうことでピーター・ツカヒラのメッセージで一生懸命祈るけど、神様は神様の時が持ってて、時を持ってて、人は焦るけど神様はその時にね、でその時は忍耐強く、だから忍耐強く待ちさえ私はしてなかったのに、神様は憐れんでそういう体験をさせてくださってるっていう証ですね。うん、神が正しい時に来られるのを待ち望むのが信仰です、ですって。祈りによって主に期待しながら待つ。答えがなければ再度祈る。さらに期待して待ち望む。神様はこのような心を喜ばれ、その心の持ち主に答えを与えてくださいます。主は常に完璧な正しい時を設定しています。イザヤ書の40章31節にある通りです。ちょっと開けてみましょうか。イザヤ書の40章31節。いや、こういうメッセージね、すごいな。私は妖精な。イザヤ書の40章31節。だから人のメッセージってことにね、値打ちがあるわけですね。もう信仰のベテランの人のメッセージ。イザヤ書40章の、
31節ですね。よろしいですか。はい。あ、ちょっと待って。イザヤ書の40章ね。40章の、ここですね。31節ですね。はい。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても頼まず、歩いても疲れない。あ、そうか。待ち望む者は新しく力を得っていうことは、待ち望んでたものが、得たから力が得られるんじゃなくて、待ち望むということ自体に力を得るというものがある。イザヤ書40章31節にある通り、主は常に完璧な正しい時を設定している。イザヤ書40章31節にある通り、私たちにとって祈りの答えを1年、10年、あるいは20年と待つのは非常に長く感じます。しかし神様はモーセをお使わしになるまで430年間待たれました。そしてイスラエル人は約2000年の間流浪してた。その間も待っておられた、ね、今も全てのイスラエルが救われることを神様を待っていらっしゃいます。それが神様の完璧なご計画です。私たちも神の忍耐強さに学ぶ必要があります。神にあっての忍耐や信仰、神様にあっての忍耐や信仰は受動的なものでなく、非常に能動的なものです。忍耐してますとか信仰っていうのは受動的でなく非常に能動的。受動的だったら大変なことですね。10年待たされてるということになるとどんなに大変なことか。そうじゃなくて能動的な、そういう姿勢態度があるっていうことですね。イザヤ書の62章6節7節にも信仰あるヌドニックが求められている。何でしょうか、信仰あるヌドニック。イザヤ書の62章の、6節7節、イザヤ書62章の6節7節、はい、行きましょう。はい。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちよ、黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならない。ね、聖書には黙っていなさい、黙って待つべきだって書いてるところもあるし、黙っていてはならないっていう見事もあるんですね。あなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちを黙り込んではならない。ね、まさにヌドニックな態度ということを、まあ、ここでは求めておられる。イザヤ62の6、7にも信仰あるヌドニックが求められている。神様はもっと、神様はですね、もっと私を悩ませなさい。だから不正な裁判官にヤモメ女がなんかね、子供向きのその聖書の話を漫画にしたアニメかなんかでね、見たことある、アニメ親子劇場でしたかね。その話で、その裁判官が道を歩いたら木の陰からその女がパッと出てきてね、私のために正しい裁判を、いや、うるさい女やなって振り切って、またずっと行くとね、レストランの入り口のところに女が待っててね、私のために正当な裁判を、うるさいなと言って、こう中で食事して、やれやれ、あの女はもういないだろうと思ってね、出てきたらまだ入り口で待っててね、私のために正しい裁判を。で、朝起きてパッと窓開けたらその女が立ってて、私のために正しい裁判をしてください。そういうふうに、この不正な裁判官なるものは煩わされてうるさくて仕方がないから、だからね、
これ面白いですよね。適当な裁判をしてお茶を濁してやろうとは言ってないわけですよね、うん、この女のために、うん、裁判をしてやることにしようね。この女のために正しい裁判をしてやることにしよう。だから女は全然専門知識もないしね、いくらでも騙そうと思ったら騙せる。裁判した結果やっぱりあんたの負けだよっていうことだってできるし、もうそうやってがっかりさすとか、そういうふうにして決着する。でもそれでもまたしつこく言うって思ったのかな。ちゃんとやらないと、あこの女のために良い裁判をしてやるってね、別に農薬は公約するってあったんですけども、そういうヌドニックな信仰を、神様はもっと私を悩ませなさいと言われてるように、ピーター・ツカヒラはそういう信仰だということですね。神様はご自身がやろと約束されたことは必ず行われる。主は私たちが昼も夜も約束の成就を求め、忍耐強く祈る信仰を求めておられる、ね、祈る時に重要なのは、答えが来るまで忍耐強く祈り続けるヌドニックになることです。そしてこの忍耐強さは愛なのです、ね、これピーター・ツカヒラのメッセージですね。第一コリントの13章に、愛は寛容であり全てに耐えるとあります、ね、愛は寛容であり全てに耐える、コリント13章。ルカ18章のヤモメの例え話から学ぶべきことの一つは、まあ、答えがいつ来るかわからなくても諦めない強さを持つことである、強さを持つことである。だから今回私はずいぶん学ばされたんですね。本当にそうです。そういう機会だなと思ってます。苦難を耐え忍ぶ力は敵の攻撃よりも強いのです。だって何があっても諦めず神のために祈り続けると決意することで神の力を得ることができます。なるほど、先ほどのイザヤ書のあれですね。主を待ち望む者は新たなる力を受ける。神のために祈り続けると決意することで神の愛の力を得ることができます。ピーター・ツカヒラ先生の断言ですよね。苦難を耐え忍ぶ力は敵の攻撃力強い。何があっても諦めず神のために祈り続けると決意することで神の愛の力を得ることができます。多くの人に、主からの祈りの課題が与えられていると思います。人間誰でもね、問題課題がある。結局それは祈れっていうことだっていうことですね。もっとこう分かりやすく言えば、うん、そのために長く祈ってる方も多いでしょう。だからメシアニック獣の回収の間にあっても、家族の問題であろうか、経済の問題であろうか、仕事の問題であろうか、進路の問題であろうか、問題を抱えてて長く祈ってる人も多いでしょう、ね、日本人だけじゃないっていうことですね。そういった方にこの御言葉を送ります。詩篇の27章14節ですって。詩篇の27章の14節、詩篇の27の14節ですね。じゃあ最後ですね、3、はい。待ち望め主を、大惜しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を、ね、待ち望め主を、大惜しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を、というね、この御言葉を、その自分が問題を抱えてて神様に祈り続けてるけども、まだ答えを見ることができない、だけどそういう中をヌドニックな信仰でね、神様がもっと私を悩ませなさいというのに応えるような祈りでっていうことですね。だからそのヤモメンのも、まあ考えてみたらちょっとね、
私のためにただいい裁判をって言ったら、お前のことだけ聞こうかとかでガガーって言われたらですね、もうがっかりしてとぼとぼと帰っていってしまったって言ったらね、もうおしまいですよね。ところがどうしてもそうでなかったら、やもめ女、当時のね、福祉制度も充実してない、何か騙されるか、大事な家畜を取られるかね、持ち物を取られるか、そういうことがあったんでしょうか。それが正しくね、正義にのっとって、法律にのっとって、正当に、だから正当にですよ、自分のためにしてくれなかったら私は生きていかれないんです、困るんですね、見栄とかそういうのじゃなくって、そうでなかったら私はもう生きていくのに困ってしまいますというのでね、いかに相手が不正な、神を神とも思わない、人を人とも思わない裁判官であっても、裁判官であるからには正しい裁判をしてくれることが当然だっていうね、そういう姿勢だったら、なんていうかな、それがヌドニックなんでしょうね。だから自分が正当なわけですよね、私の解釈としては。いや、ひょっとしたら間違ってるかもしれませんけど、まあ合ってるんだったら聞いてくださいって、いい信仰の姿勢のように思うし、そういうことが求められる時もあるかもしれないけど、私の今のケースの場合は、神様はしようと思ったらしてくださることができる、ですから、まあもしよかったら聞いてくださいじゃなくって、いや私はもう聞いてもらわないと困るし、あなたはできるんだからそういう気になってくださいって祈ってるわけですね。相当ヌドニックな信仰にバーッと入ってですね、それを今は学ばされてるっていうことですね。うん、神様はもっと私を悩ませるぐらいね、一生懸命ずっと祈ってみなさい、それがその受動的に待つんでなくって、能動的に待つっていうことがあるんだっていうことね。ここがね、なかなか難しいところですよ。本当にこれはセンスの問われるところでね、まだ日本が経済成長終わりぐらいの時、ある教会の牧師がビジョンを持って、この教会での建物を大きくするか、なんか大きな働きをするために皆さん献金してくださいで、屋根の上かなんか登ってね、その額が満たされるのは私はおりません、日本だったかアメリカだったか、それに近いような、それヌドニックなんですけど、やっぱりちょっとおかしいですよね。うん、相手が人間だから、人間に要求するのにヌドニックでやってもね、それはパワハラになっちゃいますね、まかり間違えばですね。うん、神様見直気がする。だけど本当に祈りの中において、いや神様、私はね、腎臓の構造を調べてみたら、急死体ってのはこうなってて、尿細管ってのはこうなっててね、もういかにすごい成功なものか分かりましたね。だけどその設計者はあなたなんだしね、私の腎臓のことを私以上にあなたよく知ってて、どこをどう触ったらどうなるかっていうことを全て知ってるわけですから、これかなり受動的じゃない、受動的じゃなくて能動的じゃないですか、クリエイティブになってるわけですよね。そうすると非常に楽しい。で、神様は読みしてくださって、0.1 ポイントでも下げてくださいっていう祈りに、まあ1ポイントポーンと下げると、ね、これがどんなに嬉しいか、神様は私を励ましてくださってるなというふうにね、思うわけですけども、多くの人に主から祈りの課題が与えられてる、そのため長く祈っている方も多いでしょう、そういった方に、詩編の27編の14節を送りますって、さっきの、待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を、この御言葉を今一緒に読んだわけです。神様が遅れることはありません。諦めず祈り続けてください。ご自分や自分のために祈ってると思います。また家族のために祈ってると思います。神様の良さや、イエス様の御霊に触れることで彼らの人生は変わりますだって。意味深長だね。自分っていうことだろうか、彼らっていうのはね、家族っていうのも含まれるんでしょうか。ご自分の家族のために祈っ
っておられると思います。神様の予算。で、神様がどんなお方か。神様はどんな気前のいい方か。ね、どんな寛容なお方か。神様の良さやイエス様の御霊に触れることで彼らの人生は変わります。うん。絶対に諦めないと心に決め、答えが来るまでは、神が来ない、神が来るまでは神が休まないようにユドニックになって祈り続けましょう。これがこのメッセージの結びの言葉ですね。ちゃんと聞いてました？詩編の、それは載ってないわ。これね、27章の10、ちょっともっぺん読みましょうかね。14、はい。待ち望め、主を惜しくあれ、心を強くせよ、待ち望め、主を。ということで、結びは、まあ自分のためや家族のために祈っておられると思います。神様、父なる神様の良さ、ね、神様が良いお方である、どんなお方であるかって、イエス様の御霊、うん、に触れることで彼らの人生は変わります。これ私自分が構成して、編集して、もうちょっと長かった文章を短くしたわけですけども、神の良さやイエスの御霊に触れることで彼らの人生は変わります。絶対に諦めないと心に決め、答えが来るまで神が休まないようになって。なるほど。だから聖書のアニメでは、そう、不正な裁判官が朝パッとまだ起きたらね、いるしね、正しい裁判してください。さあ、寝ようかと思ったら、寝ようかっていうところ窓からガラッと開けて、私のために正しい裁判してくださいっていう場面が描かれてましたけど、よくその、ヤモメ女のヌドニックさをね、アニメで表現した表現だなって今思うわけですけども、答えが来るまで神が休まないようにヌドニックになって祈り続けましょう。ですから、聖書っていうのは、その人間が分かるように書いてるわけですよね。だからその書かれてることの実態っていうのは、もちろん神様は不正な裁判官ではないし、だけどイエス様は人間に分かるように言ってくださるには、その当時のユダヤ人たちにとってはそういう言い方が一番ハートにピンとくるね、そういう言い方だとチョイスされて、そこに聖霊が働いて、それを聞いた人たちの心の中に、ああそういう信仰があるのか、そういう信仰でいいのか、ね、それを私たちも日本語に訳された聖書を読んで、聖霊の働きを通してですね、ああ私もヌドニックに神様に祈り求めたらいいんだ、その実態というのは不正な裁判官にヤモメ女がしつこく祈るように、ね、この女うるさくて仕方がないからちょっと言うこと聞いてやろうと不正な裁判官でも言うでしょ。で、神様はまして神を信じる者たちが祈ってるのを気にならないっていうことは、いやすごくイエス様のこう言いたいことっていうか実態っていうのはあるけど、人間の言葉っていうのは限界がありますから、考えてることをそのままプスッと、ね、脳に直接渡すわけにはいかないので、言葉にして言って、言葉にして聞いて、その言葉をその人が解釈して、この人たちがこの言葉を聞いたらどう解釈するだろうかというところまで考え抜いて、ね、一番これが伝わるというのが、この不正な裁判官に一生懸命頼んだヤモメ女の話でやった。ですから私たちも聖霊の助けによって、そのイエス様がおっしゃろうとしていることの真意ですよね。で、ピーター塚平はヌドニックな信仰というのが大事ですよ。神様はそういう信仰っていうのを喜んでくださってるんでしょうね。そういう、私これ読んだ時に強烈なメッセージだなと思いましたね。
でもそれを今自分が体験させていただいてるなと思います。今日は以上です。